パールジャムとはアメリカ合衆国のロックバンドである。グラミー賞受賞、アルバム4枚がビルボード史に初登場1位、CD セールス最速記録がギネスに認定されるなど、社会的、商業的成功を収めている。1990年代前半、シアトルを中心として、従来の MTV を中心とした商業主義ロックに反抗する、 オルタナティブロックムーブメントが若者を中心に大流行し、サウンドガーデンやニルバーナ等と共にグランジ、ロックと呼称されて世界的にも反響を及ぼした。その中でもパールジャムは当時のジェネレーション X たちの苦悩の代弁者とまで評されその世代の騎士として位置づけられていた。ローリングストーン氏が行った90年代を 代表する曲というテーマの読者投票では、ブラックが選ばれており、2005年に USA トゥデイ氏が行った最も偉大なアメリカのロックバンドというテーマの読者投票では、イーグルスなどの応募賞を抑えて、パールジャムが選ばれるなど、アメリカの一般聴衆からの評価は高い。ボローニャ2006ロサンゼルス2006ロサンゼルス2006ストーンゴッサードとジェフアメンは1980年代、 中頃にグリーンリバーというバンドで活動していて、ツアーやレコーディングも行っていたが、わずかな成功を残してバンドは1987年に解散してしまった。そして、同1987年の後半には、ゴッサードとアメンは、マルファンクションというバンドのボーカリストだった、アンドリュー・ウッドと共にバンド、マザー・ラブ・ボーンとして活動を始め、1989年初頭には、 ポリグラムレコードと契約し、制作費などの資本的なバックアップを得られるようになり、レコーディングとツアーを行っていた。マザー・ラブ・ボーンでのデビューアルバム、アップルが1990年7月に発売され、次世代トップミュージシャンとしての将来が確実とされていた、ジェフ・アメント・ストーン・ゴッサードであったが、デビューから4ヶ月後にアンドリュー・ウッドが、ヘロインの過剰摂取により他界してしまった。 それから数ヶ月後に、ゴッサードは、シャドウというバンドのギターリストだったマイク・マクレディを招き入れ、アメンと3人でリハーサルを行ったり、シンガーとドラマーを募集するための音源として5曲のデモテープ制作を行う。その音源を、レッドホットチリペッパーズ結成時のドラマー、ジャック・アイアンズが気に入り、彼らのバンドへ加入することとなった。1990年頃のエディ・ベガーは、 カリフォルニア州サンディエゴのバンド、バッド・レーディオのリード・ボーカリストとして活動していて、ライブハウスの従業員でもあった。そのベダーのバスケットボール仲間だったジャックは、ベダーからボーカリストになりたいという夢を聞かされており、彼にアメンダのボーカリスト募集用のデモテープを聞かせたところ、ベダーは歌詞を書き加え3曲に対して、ボーカルをオーバーダブした。ジャックはそのテープを、 メンバー募集中のアメンライ送付し、アメンとゴッサードはテープを聴いてから1週間ほどのうちに、ベダーをボーカリストとしてバンドへ迎え入れることにした。新たなドラマーとしてデーブ・クルーセンが加わり、バンド名はムーキー・ブレイロックとなったが、1990年の秋にはエピック・レコーズと契約を交わすこととなり、バンド名はこの時点でパールジャムとなった。 レディ・ベダーの人生にとって初の大物バンド参加がパールジャムで参加から契約まで数ヶ月しか経なかったためデビュー直前まで彼のステージングは素人以下とバンド内外から酷評を受けていたある夜のライブでベダーが興奮しマイクスタンドの根元の鉄板を客に向かって投げつける暴挙に出た瞬間今日のグランジバンド的とされるステージパフォーマンスが誕生した 幸運にもこの時に怪我人はいなかったが、鉄板が会場の壁に刺さって騒然となった。しかしこの日を境に、ベダーは生まれ変わったがごとく過激なステージパフォーマンスを展開し、グランジスタイルを完成させることになった。1991年3月に、バンドはシアトルのロンドンブリッジスタジオでデビューアルバム用のレコーディングセッションに入った。しかし5月には、 デーブ・クルーセンが婚約者の出産を理由に出産日当日にバンドを脱退したため新たなドラマーとしてエジエブリックルニューボミアンズで活動していたマット・チャンバーレインを見つけた。しかし彼はサタゲー・ナイト・ライブバンドに参加してしまったためチャンバーレインからの紹介でテキサスの無名ファイクバンドで活動していたデーブ・アブラジーズを迎え入れることになった。 そして同年8月27日にデビューアルバム10が発売された。アルバムのセールス書道はスローペースだったが、1992年中頃にはブレイクし始め、ビルボードのチャートでも2位を記録するなどしてゴールドアルバムとして認定されることになった。アルバムからはメンバー募集時からの馴染み曲でもあるアライブと他にイーブンフロー、ジェレミーなどがシングルカットされヒットした。 その後、アルバムは2年間近くビルボードにチャートインし続けて、当時は最も売れたロックレコードとして記録され、1 3スプラチナアルバムとして RIAA から認定される結果となった。アルバム10の成功を経て、パールジャムはアリス・イン・チェインズ、ニルバーナ、サウンドガーデンらと共に、シアトルのグランジロックシーンでは中心的存在になった。 1992年には、サタデーナイトライブや、MTV アンプラグドなどへ出演し、夏のロラパルーザツアーでは、レッドホットチリペッパーズ、サウンドガーデン、ミニストリーなどと共演していた。そして、マットティロン主演の映画、シングルズのサウンドトラックアルバム用に、ステートオブラブトラストと、ブレスの2曲を提供し、自らも出演するなど、徐々に活動の幅を広げていった。 アルバムセールスのブレイクとともに様々なメディアに書き立てられ、そのことが原因となってカートコバーンとの間に確執ができるなどの弊害もあったが、1993年にはプロデューサーにブレンダン・オブライエンを迎え、再びスタジオ入りしてニューアルバムのレコーディングセッションを始める。10月19日にはセカンドアルバムとなる VS をリリースし、アルバムは全米チャートで、 初登場1位を獲得して、その後5週間にわたって、その位置を保ち続ける成功を収めた。アルバムは、アメリカ国内での発売後1週間に95万枚を売り上げるが、この記録は2000年にリンプビズキットに破られるまでは、ビルボード氏における歴代最高の数字だった。翌1994年12月22日には、サードアルバムのバイトラジーをリリース。 アメリカでのイニシャルプレス枚数が350万枚で当時の史上最高を記録し全米チャートでは堂々の初登場1位を獲得する発売後1週間の売上枚数は87万7000枚に達し前作 VS に続いて当時歴代2位の売上枚数を記録したアナログレコード版は CD に先駆けて限定5万枚がプレスされ 全米アルバムチャートでは55位を記録するという快挙も達成している。1996年にはこのアルバムに収録されているスピンザブラックサークルがグラミーでベストハードロックパフォーマンス賞を受賞した。1998年にはファンクラブ向けのクリスマスソングラストキスがビルボードのシングルチャートで2位に入り異例のスマッシュヒットを記録した。また6作目。 バイノーラルでは、バイノーラル録音にも挑んでいる。エディ・ベダー、マイク・マクレディ、テン、VS、バイトラジーの初期3作品が、グランジ・ロックを代表するアルバムと言われる。同時代の他のグランジ・ロック、オルタナティブ・ロックに多いデカダンス的な表現は少なく、中期の作品を除いて、おおむね70年代型の王道なロックサウンドを主流にしている。もっとも、3作目を中心にして、 重々しさや深刻さの表現に関して特徴がある。総じて従来のロックミュージックのカテゴリーではヘビロックに最も近いサウンドであり、70年代型のリフヘビなスタジアムロックにポストパンクの怒りと反骨心が合わさったようなサウンドであると形容される。また各アルバムにおいては生徒同のコントラストを際立たせる構築になっている。 ストーン・ゴッサードのリズムギターはファンクから影響を受けた強烈なグルーブ感覚に定評がある。一方、マイク・マク・レディのリードギターは強いブルース色が特徴で感覚思考、ルーツ思考であると評価されており、ジミ・ヘンドリックスやジョー・ペリーと比較される。エディ・ベダーの歌声はジム・モリスンとも比較されるバリトンボイスに特徴があり、抑揚に富んだボーカルが、 最大の特徴になっている。二人のギターリストを用紙ボーカリストもギターを担当することもあるが、複雑なコード進行や難易度の高いギターソロを全面に押し出すのではなく、全体の一体感を保った上で、ほとんどの楽曲の中核にベガーの歌唱を据えている。また、当初はマイク・マクレディがリードギター、ストーン・ゴッサードがリズムギターと役割が明確に決められていたが、 バイトラジー機からエディベダーがリズムギターを弾くことが多くなり、それにつれてギターの担当パートの縛りは薄れていった。これについてマクレディはギターリストが3人になったが、今ではギターの担当パターンの余地がよりましたと思う。ストーンが交代してダブルノートのフレーズを弾き、エドがパワーコードを弾けば、俺はその2人に合わせるように音を出していればいいと語った。 歌詞歌詞の内容については、初期は物語的な歌詞、中期は哲学的な歌詞、近年は政治的な歌詞が多い。ただし作詞を担当するエリ・ベダーは、政治的な思想の影響を多方面から受けすぎる、傾向があり時として左から右にコロコロと変わるので、メディアに批判されたことがあった。また、ベダー以外のメンバーの思想は全く異なる場合もある、ため、 他メンバーはあえて発言を控え、ベダーの意思表示はバンドを代表するものではなく、個人的なものであるという程度のコメントに止めている。頻繁にライブ活動を行う。観客席にダイブし、聴衆の中で歌うというパフォーマンスが初期の特徴であった。また、ツアー時にはファンによる大規模でカルト的な追っかけが発生することでも有名で、グレートフルデッドの デッドヘッズに比較される。これについて、ローリングストーン氏は、パールジャムは、途絶えることなくツアーを行い、かつてザ・フー、ブルース・スプリングスティーン、U2 のツアーでも見られた、グレートフルデッドの信奉者のような、熱狂的で狂信的な長距離遠征を行う、追っかけファンを引きつけることにより偉大な、アリーナロックバンドへと成長していったと評価した。 その活動ポリシーから1993年から1998年までビデオクリップを含めた映像作品は制作してこなかったため初期の公式映像は少ない。しかし1998年以降は積極的に映像作品を制作している。ライブビデオのリリースが多いのはブートレグ版対策の意味合いが大きい。また、マットディロン主演映画 シングルスに当時のメンバー5人が仮名を出演している。CD において初めて紙ジャケットを導入した。以降、多くのロックアーティストが同様の手法でアルバムアートを制作した。公式のブートレグを安価で聴衆に提供した。これはバンド及び所属事務所側からの海賊版対策のためである。パールジャムのブートレグは非常に多く、 メンバーのジェフ・アメンもインタビューで、趣味はパールジャムのブートレグを集めることとジョークにしたほどである。結果72枚のライブアルバムをリリースし、ついで当初の構想であったインターネット販売に切り替えられた。これは公演終了後24時間以内に音源をダウンロード販売し、後日 CD も郵送するというサービスで、 これにより200タイトル以上の公式ブートレグを販売している。現在、iTunes ストアにて2000年リリースのブートレックシリーズ、2003年来日公演含むアジア、オセアニア公演を購入できる。2006年 US ツアー、2007年ローラパルーザ、出演も可能。10クラブにて2008年以降の世界ツアーも、フラッグや MP3、CD なども購入できる。 ニール・ヤングを敬愛している。ニール・ヤングのアルバム、ミラー・ボールにメンバー全員がサポートとして参加したり、ライブでは彼の曲のカバーを何度も演奏するなどしている。また、他にもザ・フーやザ・クラッシュなど、ライブでは彼らが支持するバンドのカバー曲をたびたび演奏している。逆に、パティ・スミスや REM などにより曲をカバーされることもある。他に影響を受けたアーティストとして、 ザ・ドアーズ、レッド・チェッペリン、ピンク・フロイド、キス、エアロ・スミス、ラモーンズ等を挙げている。後輩ミュージシャンへは、シルバー・チェア、パドル・オブ・マット等のポスト・グランジ勢だけではなく、ストロークス等もパール・ジャムからの影響を抗原しており、90年代から00年代にかけてのガレージ・ロック・リバイバルの勃興へも重要な役割を果たしたと言える。さらにエリ・ベダーの歌唱スタイルについては、 ロック史上最もコピーされたボーカリストの一人であると言われており、その影響力をうかがい知ることができる。詳細はグランジファッションの項目も参照。コンバースのスニーカーにショートパンツや汚れたジーンズ、それにフランネルのシャツやバスケットボールのユニフォーム的なタンクトップ、T シャツを合わせるといった従来のいわゆるロックスターとは異なるスタイルでステージに上がり、 以後のグランジファッションのモデルとなる。バンドをモデルにシングルスという映画が作成される。メンバーもわずかだが出演している。チケットマスターとの法廷闘争など、パールジャムはファンサービスに力を入れるバンドとして有名である。人気絶頂期、ベダーはラジオの生放送番組出演中に対応した自殺志願のティーンエイジャーからの電話相談を真剣に受け止め。 興奮のあまり自宅の電話番号を放送中に相手に伝え、いつでも辛い時には電話してこい。と発言。その直後から数時間、シアトル市内の彼の自宅のエリア一帯の電話回線がパンクしたため、当局から厳重注意を受けた。その後、ベダーに生番組出演のオファーは皆無に近い状態が続いた。また、ベダーはデビューしてからしばらくは、 すべてのファンレターに直筆で返事を書く努力をしていた。事実、移動中など空き時間の多くを返信のために費やしていた現場を多くの記者に目撃されており、当時は飛行と報道されていた。しかし3ヶ月分のレターの返信に1年以上かかることになり、セカンドアルバム発表後にはレターへの返信を断念した。結成当初、 NBA のニュージャージーネッツで活躍していたバスケットボール選手の名前、ムーキー・ブレイロックをそのままバンド名にして活動していた。メンバーの多くがバスケットボールを愛していたからである。その後レコード契約の際に法的問題を指摘されたため、パールジャムにバンド名に変更。ちなみに1991年にリリースしたアルバム10はブレイロックの当時の背番号である。 パールジャムについては、エディ・ベダーの、ソボパールの作るジャムが、ゆえに、バンド名の由来になったとするのが有力説であるが、アラン・ジョーンズ著、藤本聡役、パールジャムイラストレーテッドストーリーによると、バンド名の由来は、ベダーの、ソボイコール、パールの作るジャムが、美味しいからではなく、ペヨーテを用いた特殊な幻覚作用を催すジャムで、あったことに由来すると、ベダーが語っているくだりがある。 ジャムはアメリカ先住インディアン民族の伝統的レシピによるものらしい。ベダーはそれを小学生時代から朝食のトーストを通して口にする機会があり、小学校登校時にハイになった状態で登校する日があったとインタビューで語っており、その頃からそのジャムを祖母への愛情を込めてパールジャムと呼んでいた。VS 以降アルバムはデジパック仕様でリリースされている。 また2000年に行われたワールドツアーの全72公演が2003年にオフィシャルブートレックとしてリリースされていて全公演の中から任意の会場を自由に選択して購入できる仕組みが販売方法で採用されていたグランジムーブメント期に人気を2分したニルバーナと比較されることが多い同郷で同時期に台頭したために 同じグランジというカテゴリーに含まれることが多いが、パンクロック的側面を多分に含むニルバーナに対して、パールジャムのバックボーンはハードロックによる部分が大きく、両者のスタンスは決定的に異なる。日本ではニルバーナの方が人気を獲得しているが、グランジムーブメント期におけるアメリカでのパールジャムの評価はニルバーナと同等かそれ以上であった。 生前のカーとコバーンはプレスを通してことあるごとに、ベダー批判を展開して、ベダーも負けじとコバーン批判を展開。その批判合戦は、泥沼状態で、行使一貫して、昇進正明正の懸猿の中のまま平行線をたどる。しかし、コバーンの不法に、親族以外で一番ショックを受けていた関係者は、ベダーであったと言われる。ベダーは、悲しみのあまり数ヶ月間は真剣に引退を、 考えてしまうほどの鬱に陥った。ジェフアメンが中心となって活動している。スリーフィッシュ、マイク・マクレディが中心となって活動している。ザ・ロック・ホーズ等メンバーはサイドプロジェクトとしての音楽活動も多数行っている。ありがとうございます。